何かしら。うん、掲示板を見てきたんだけど、あなたがグルナさんよね。
そうだけど。あれ？あなた、いつだったか食材を集めてくれた人じゃない？お久しぶり。なんだかご縁があるみたいね。早速だけど仕事の話をさせてもらってもいい？うん、問題ないわ。食材を集める仕事だって書いてあったわよね。うん、そうなのよ。新メニューの研究に珍しい食材が必要になってね。で、ついでに他の食材もお願いしちゃおうってわけ。急ぎの仕事じゃないから、手すきの時にやってちょうだい。なるほど、了解よ。それじゃ、食材の入手方法を説明してくれ。必要な食材のリストには珍しいもんもあったぞ。あっと、それを確認しないとね。例えば魔獣の骨とか意外と手に入りにくいものだし。入手が難しいのは魔獣の骨と魔獣の角。あとは強いてあげれば魔獣の牙ぐらいかしら。それって全部ボス地方で手に入るの？ええ、そのはずよ。大抵は魔獣が持っているわ。まず魔獣の骨は霧降り峡谷で見つかるはずよ。そして魔獣の角は北にあるラベンヌ山道で、最後の魔獣の牙もクローネ峠で手に入るわ。みんな場所がバラバラね。これは結構大変かも。それはそうじゃない？大変だからこそこうして依頼してるのよ。おっしゃる通りね。食材が全部集まったらここに持ってきてちょうだい。受け渡しは一括でお願いするわ。別々に持ってこられても受け取れないから注意して。一つ残らず集めてから届ければいいってことね。ま、そっちの方が手間が少なくていいかも。となるとつまみ食いは厳禁だね。調理をするときには使う食材に注意するとしよう。それは確かに。他に質問はない？なければ私は仕事に戻るけど。食材の入手場所と受け渡し方法は聞いたし。うん、大丈夫だと思うわ。じゃあよろしくお願い。ここでお待ちしているわ。君は？あ、マノリアにいた商人さんじゃない。お久しぶりね。今はボスで仕事してるの？ああ、営業に来ているのだ。アンテローゼとの商談が今回の最終的な目標なんだが、まずは地道にマーケットに食材を売り込んでいく予定だ。アンテローゼが目的なのにマーケットに売り込みに行くの？なんかよくわからない話ね。うん、もちろん直接乗り込みたいところなのだが、
あそこは誰かの紹介がないと話も聞いてくれないらしいのだ。まあ、あれだけの有名店だし、当然といえば当然の話なのだが。へえ、さすがアンテローゼ、敷居が高すぎるわよ。ところで、君たちもこの町で仕事中なのか？まあ、いろいろとね。あ、そうそう、仕事って言えば、そのアンテローゼから来てる依頼もあったわね。ああ、珍しい食材を集めてこいって話だったな。食材の収集？それもあのアンテローゼからだと？これがなかなか厄介な仕事なのよ。集めなきゃいけない食材に結構変なやつがあってね。それは興味深い。で、どんな食材が必要なんだ？ちょっと待って、今手帳を見てみるから。なんだ、その程度か。そんな食材だったらいつも持ち歩いているぞ。え、本当？ほう、それは好都合だね。諸君、ここは一つ力を借りようじゃないか。ああ、私からもお願いする。これは絶好のチャンスだからな。食材はタダで提供するし、ぜひ紹介してくれたまえ。そっか。うん、それならお願いしちゃおうかな。うん、よろしく頼むぞ。うん、品質も問題ないわ。じゃあここにある食材は先に受け取らせてもらうわね。これで厄介な食材は全部片付いちゃったわけね。ええ、そういうことね。あなたたちには残りの食材をお願いするわ。うん、了解よ。それにしてもよくこんな珍しい食材の在庫があったわね。当然ですよ。何しろ当商会は高級食材を専門に扱っておりますからな。そんじょそこらの食品店とは品揃えが違います。また何かご入り用の際にはどうぞ当商会にご連絡ください。ぜひそうしたいところね。料理長にご紹介したいけど今はちょっと忙しいのよ。申し訳ないけどここで少しお待ちいただけない？いいえ、何時間でもお待ちいたしますとも。ではまた後ほど。残りの食材はもう簡単なものが多いわね。それじゃあ皆さん、引き続き依頼の方をよろしく。あら、食材を持ってきてくれたの？うん、確認してみて。うん、全部揃ってるわね。それじゃあ受け取らせてもらうわよ。これで依頼達成ね。お疲れ様。忙しいところありがとうね。おかげで助かったわ。ついでに商人さんまで紹介してもらっちゃったし。気にしないで、お役に立てたなら何よりよ。お暇ができたらぜひうちに寄ってちょうだい。じゃ、これからもお仕事頑張ってね。うん、ありがとう。グルナさんも頑張ってね。
うん、お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいじゃな。何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。